アジンです。今回は最近いただいたプレゼントを紹介していきたいと思います。動画を見てくださっている方にはおなじみの、そしてスポンジで作る手作りスクイーズの作り方の時には必ずと言っていいほど動画の最後に出てきます。もう皆さんお分かりですよね。なんとパワーエース速乾クリアを作っているアルテコさんの方からアジーンにパワーエース速乾クリアをプレゼントしていただきました。本当にありがとうございました。すっごく嬉しかったです。いつかアルテコさんの方にはこの速乾クリアをいつも動画で使わせていただいておりますと感謝の気持ちをお伝えしたかったので、まさかアルテコさんの方から連絡をいただけるとは思ってもいませんでした。すごく信じられなかったし本当に嬉しかったです。アジーンはスクイーズを作る時にこの速乾アクリアがないと作れません。そのぐらい速乾アクリアが大好きです。本来ならこの速乾アクリアは、ここにも書いてあります通り木、革、布、紙の接着やこれらの材質とビニールや金属も接着できるよっていうマルチな接着剤になっております。私の場合は柔らかい材質へのコーティングや、粘土、フェイクスイーツを作る時にもこちらの速乾アクリアは使っているんですが、どうしてこの速乾アクリアを私が選んだかと言いますと、速乾アクリアの特徴なんですが、こちらにも書いてあります通り、接着スピードが速く強い接着力を発揮します。乾燥後は透明な柔らかい被膜になります。この乾燥後に柔らかい被膜になるっていうのがポイントであって、私が速乾アクリアを選んだ理由がここにあります。この速乾アクリアをねスポンジに何度も何度もコーティングしていっても硬くならないし、透明感がね欠けることもなく、どんどんツヤが出てくるんです。塗れば塗るほど1年以上経っても寒くても暑くてもひび割れたことも一切ないです。よくコメント欄の方で他のコーティング剤を使った時にひび割れたとかそういったあのコメントもいただくんですが、結構私 2,3 回は、スポンジに何度も上からコーティングをしてあのような仕上がりにしているんですが、全く硬くなることがないので、あとこのどんどん何度もコーティングしていくとボンドが濁っていくんじゃないかという感じがすると思うんですが、全くどんどんツヤが出てきます。すごくおすすめで、この速乾アクリアどこで売ってるかなんですが、基本的にはホームセンターで購入できると思います。どこに置いてあるかなんですが、接着剤コーナーに置かれているので、そんなにね手に入りにくいものではないので、探してみてください。あと店員さんに置いてませんかって聞くのが一番早いと思います。値段も買いやすい値段だと思うので、もうちょっと小さいサイズだと、230円ぐらいだったかな、230円もしたかな、ほんとそのぐらいの値段で売ってます。いつもね動画で使っているのがこちらの 200g 入ったサイズ、すごいプレゼントしていただいたんですよ。でこれ私が憧れていた 500g パックですね。これ業務用です。もう私こっちにしようかな今度から。いやでもねこれも使いやすいんですよ、すごく。この業務用のこれもねすごい入ってるから 500g 入ってるのでたくさんスクイーズが作れますね。あともう一つ、これはあとねもう一つこちら、なんと細かい作業向けの速乾アクリアも今回プレゼントしていただきました。ここのノズルがすごく細くなっているので極細、ここにも書いてあるんですが、こういう手芸とか工作とか、びっくりしたのがこの壁紙の補修、こういったことも速乾アクリアでできるみたいです。そう、透明感が抜群だからこういった手芸とか壁にも使えるんだと思います。本当にね透明感が抜群。私もあのスクイーズ食べ物がすごい多いと思うんですが、焼き色の付け方もリアルに見せるポイントであったりするので付け方も大事なんですけれども、最後のこの速乾アクリアが最後に魔法をかけてくれている感じです。いつも速乾アクリアを塗るとパッて作品が一気に美味しそうになります。食パンとかだったら単純に作れるので一気にね美味しそうな食パンに変わると思います。ぜひ一度使ってみてほしい。今回初めてなんですけれども、こちらのスティックタイプの速乾アクリア使ったことがないので、フェイクスイーツを作る時とかそういった時に使っていきたいなと思ってます。すごい、これもね速乾アクリアだって私知りませんでした。こういうのがあるってことは分かってたんだけど、あこれも速乾アクリアだったんだと思ってすごくびっくりしました。これ絶対便利ですよね、細かい作業するときに。うわー絶対使います。私あー嬉しい、そういっぱいもらってしまいました。無事アジンの元に届いております。
本当にありがとうございました。本当にすごいのこれ。そうだ、最後に匂いについてコメントをいただくときが 2,3 件あったかな、今までに。匂いがしますって言われるんですけど、スポンジにコーティングした後時間とともに匂いはなくなります。大丈夫、全然大丈夫です。一気にスポンジがリアルに変身するので、皆さんぜひこれ塗ってみてほしいです。私はこれが一番好きなので、これからも動画でこれを使ってスクイーズを作ることが多いかなと思います。いつかね、夢なんですけどね、いつかアジンとショットナプリアのコラボができたらいいななんて勝手に思っております。まだまだスクイーズブームが続きそうなので、私は速乾アプリアを使ってスクイーズを作っていきたいと思っております。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。